廃棄の店三目です。これはですね、土地の一枚板になります。岩手県の原木市場で仕入れた、原木からですね、製材して、この一枚板を取りました。結構ね、大きい原木で、70センチ太いところで90センチくらいの直径あったかなと思いますね。まあ、そこから取った板だったので、そこそこね、広い、一枚板が取れた感じですね。サイズの方が長さが2180あります。そして、こっちの、末口のところですね、ここが一番狭いところですね。一番狭いところが620ですね。そしてだいたい真ん中がだいたいこの辺ですね。この辺が真ん中のあたりで、730あります。そしてそこから、750以上になってきてですね、で一番この、元口のところが一番、広くて、そこは780あります。厚みが52ミリですね。基本的には白が、メインの、一枚板になってるんですけど、この辺がだいたい赤みがずっとこうあって、そうですね、で見るとね、赤みがだいぶこう動きがあって、範囲はすごく小さいんだけど動きのある赤みで、で白田があって、でこの堆肥なんかがオイルでね、どういう風な感じになるのかすごい楽しみなところですね。小口から結構ね、黒シミがちょっともう入り始めてたりとか、あとは青が入ってたり、この辺なんかはちょっとこうスポルテッド気味になってたりとかですね、まあ、そういう模様がね、いくつかこうありながら、まあ、この辺もそうですね、青がちょっと残ってたりとか、まあ、そういった白田の中でもまたこう板目のね、真ん中付近のこう木目は多少動きがあってね、こういったところも、まあ、楽しみなところですね。こっちの末口の方も小口から、こう原木の小口からこう染み込みがあって、こう黒シミがねちょっと入り始めてますね。それではね、オイルの方を塗っていきたいと思います。まずは反対にして木裏から塗っていきます。どんな木でも木裏はまあ吸い込み多少多いし、木表よりはね塗りづらい感じになってるんですけど、この土地は特にね、油のこう吸い込みが相当ありましたね。小手刷毛のね進みもすごく力がかかってて、なかなかね大変な、木裏の塗装だったかなと思いますね。木裏の方は、赤みが、まあ、木表とは違って上から下までね、幅は狭いにしても、赤みのラインがねしっかりと、乗ってますね。両脇が、白田という風な感じになってますね。濡れ色もね結構こうワイルドで、今ねまだ塗ったばっかりで、こう染み込んだところとね、染み込みが、
ちょっとね浅いところとこう塗りムラが少しね目立ったりするんですけど、1日2日置くとオイルの方もだんだん馴染んではきて、もうちょっとこう統一感はね出てくるかなと思うんですけどね。塗ったばかりだとこういう風な見た目になってます。ここがね、もともと皮目というか目割れかなんかだったんでしょうかね。ここがもうそのまま、こう剥がれた感じで、お皿のような感じでね、ちょっと深めのお皿みたいな感じでこのまま、くぼみがありますね。こういった感じでありますかね。もう本当にこう盛んになってて、もう普通にここに置いたらグラスは倒れるような感じのこうへこみになってますね、はい。まあ、ただすごいね面白いところなので、これはこれで残してます。要所要所こう割れとかがあるんですけど、そこも木裏の分はね最低限の、パテ埋めに留めてて、普通にもう手に絡んだりとかありますし、あとは削り残しですね。この辺の木裏のところは、プレーナーの方もね削り残しを少し、ある部分で、ここの辺なんかももう削るともっともっと薄くなってしまうんですけど、結構ねこうくぼみがちょっと目立ちますね。この辺一帯はちょっとこう削り残しなんかがありながら仕上がってるような感じですね。これもちょっと割れの周辺が少しねくぼみがありますけど、はい。まあ、気をつければねこの木裏を、まあ、表面に使うというのもまあありかなと思います。木裏の方は、ね、以上になります。引き続き、板を、ね、反対にして今度は木表を塗っていきます。だいぶこうワイルドな、ね感じで、すごく存在感たっぷりですね。白鷹が、ね、メインで結構、ね、明るい色の、仕上がりになるかなと思ったんですけど、だいぶ、白鷹の部分も結構、ね、濃いところと、ね、淡いところと
真っ白の部分がもうほぼないというね、もうすごくね、本当にワイルドだなというあの仕上がりでですね、塗料のね、吸い込みが多かったのか、だいぶこう色がね、濃い色が出た感じがしますね。この赤みの部分のね、この動きなんかもすごくね、全体が結構ね、本当に主張が激しい感じなので、ここの部分もね、結構こう動きがあって、ね、ここだけを見ると素晴らしい景色なんだけど、全体的にすごくこう主張しているっていう感じがすごくね出てきますね。耳の方がまたねすごく仕上がりが良くて、玉皮がねちょっと盛りながら、青が入りながら、もうここは本当に、ね、このグラデーションがすごくねかっこいい感じになってます。小口からのシミが結構こうで白田を塗った時のねこの色にこう反映されて、ね、こういう風な写りになってます。普通のこう材面には見えないね、本当にこう耳だなっていう感じのところがこう見えて、耳もねすごく主張しています。はい、本当にこう1枚ね、ドンと置いて本当に主張している、決してね本当に綺麗な上品なとはね本当にかけ離れたね、出来栄えになってますけど、こう見てるとこう引き込まれてしまうようなね、本当にそういう、ね、見た目と景色になってますね。まあ、ダイニングテーブルとかローテーブルとか、まあ、そういった使い方も、ね、まずまあいけるかなと思いますね。はい、そうですね、どちらかというと、まあ、カウンターよりはまあテーブルというふうな、ね、感じかなと思います。まあ、パソコンデスクなんかも、まあ、奥行きがあるので、そういう使い方も向いてるかなと思いますね。なかなか本当に、自分だけのねこう一枚板として使うっていうのもありかなと思います。岩手県産の、土地の一枚板をね、オイルで仕上げました。本当にもう普通ではちょっとあまりねないようなスポルテッドがこう効いてる感じでもないですし、青シミがね、ブルーステインが、ね、たくさんあるというわけではないんですけど、本当にこの白田の部分の、こうまだらというかね、こういう普通ではちょっとあまりねないような感じの仕上がりになってて、本当にこれはこれで、唯一無二なね、仕上がりになったのかなと思います。ご視聴ありがとうございます。